はにゃーん。鉄人28匹ギコと。またありしていってね。シーデース。今回はゲシュタルト崩壊するスレを紹介するよ。これは2009年2月21日のスレ。近所が自転車盗まれた。でも、相当離れてるけどジュースをいたら逮捕。これひどくね。友達の姉の実話な。通訳班。日本語で。ひどい文章だな。お前は幼稚園からやり直せ。姉はそれでおっぱい触られたって。母国語で良いから無理すんな。さっぱり意味がわからん。おっぱいしか理解できなかった。ちょっと待って。もしかしたら1は、近所が自転車盗まれても、相当離れてるけどジュースをいたら逮捕。って言いたいんじゃないかな。わろた。全く解読できねえ。誰か訳してくれ。全くわからない。文章書く能力欠如しすぎクソワロタ。語字がどうのとかじゃなくて文脈がおかしい。何これ。みんごめん。入れすぎると赤くなるから削ったらわかりにくくなったな。逮捕イコール逮捕した。姉イコール友達の姉。で脳内保管よろしく。わからないのはそこじゃねえよ。それを脳内保管しても全く保管しきれてないけん。ジュースは関係あるのか。よくわからん。これは1から俺たちへの挑戦状に違いない。近所で自転車が盗まれる。一の姉が犯人を捕まえようとしてジュースを置く。犯人逮捕マー。だ、から、友達の姉だって言ってんだろこの気象が。もう一度詳しく全文を書いてくれ。やっぱわからん。誤用くらいになってもいいからもうちょっと日本語でオッケー。だから、繰り返しになるけど、姉は姉じゃなくて友達の姉。姉はいるけど、近所自転車の時、姉がたまたま近所から行ってて友達が行ってたんだけど、その後姉が、離れた同じ場所にジュースを置くだろ。そしたら自転車はその同じ場所で来るタイミングがあるだろ。そこで待ってもらって逮捕したって話だよ。ダメだ、理解できない。何を言ってるんだこいつは。時代が1に追いついてない。もういいよ。こういう流れ知ってるから。わざと煽らなくていいし、言いたいことは言ったし。いや、いつものビップじゃなくて本当にわからんぞ。試しに家族か友達にその文章見せてみ。流れとかじゃねえよ。マジでよくわからん。捕まったのは誰なんだ。姉は姉じゃない友達の姉。姉はいるけど。哲学だな。何回読んでも本当に理解できない。最後にダブルって書いてるけど、笑える内容なの？近所ってやつが自転車を盗まれても、相当離れてるけど銃。いやマジでわからん。何回読んでも理解できない。これほど難解な文章は久々だ。パソコン動画のやり方教えて。毎月3000円くらいである？カメラは抜きで3000円な。動画のやついねえの？どうやら本当に日本語が残念らしい。なんかだんだん位置が可愛く思えてきた。俺は小学生3年の小学時代、友達の子一致と自転車でジュース買って坂の途中、角が坂の途中にあるんだけど、そこまでずっと一気にブレーキなしで行こうぜって言ってて、子一致がすげえ飛ばしたから俺も飛ばしたらトラック来た時かな。あ、これはなんかまだわかるぞ。坂道でトラックにはねられそうになったってことだよな。わいわい。近所では自転車が盗まれても警察は動かないのに、遠くの街では空き缶捨てただけで逮捕されてしまった。友達の姉の実体験。それだ。君天才。しかも同じ場所でな。マジウケるよ。会ってたんかい。おっぱいは誰に触られたの？警察官。友達姉が逮捕し、警官に胸触られたってこと？ごめん、わかりにくかったか。姉自転車のこの件は、友達が言われてただけだったらしい、姉から。最初に自転車の時から、数日後らしいから、結局二つ事件があっただけだったんだ。すげえ混乱させてすまん。ますますわからん。また混乱してきた。わかりそうでわからない秀逸な文章。ここまでひどい日本語は久しぶりに見た。これほど日本語でOKと言いたくなるスレも珍しい。マジか。じゃあちょっと長くなるけど1から言うからちょっと待ってくれ。マジで頼むわ。落ち着いてまとめろよ。今来た3行。3行で、まとめれるか、ボケ。まず、最初事件は、友達が言うには3ヶ月前くらいらしい。それは俺も聞いてて、3ヶ月前くらいにそんな話を聞いてた。友達の姉が自転車で盗まれたっていう話なんだが、それが3ヶ月。3ヶ月前にそんなことを聞いてたから、俺の中で友達の姉が自転車で盗まれたって話と、おっぱいの話もうまいことリンクしてたわけ。3ヶ月前の参加後には話を聞いてて、そこから87日後までに、警察も話を聞いてたらしい。
その時には、同じ場所で同じことを聞かれてた姉が。で、ここまでがオープニングな。俺はそのことを聞いてたってのが重要。まず、知ってたから。そして、2個目の事件が始まるのが、そこからさらに数日後で、その時は俺と、俺の友達は同じ場所にいたわけ。姉が電話してきて、もうすぐ帰るみたいなことを言ってたららしい。友達が言うには、姉が警察に何度も言ったせいでそういうことになったんだが、ちょうどその日にできるって分かったのは直前だって言ってた。友達が、アイデア自体は警察らしいけど、結局それで自転車は無駄になってしまったらしいけど、2個目の電話によると、その自転車が盗まれた同じ場所で、たまたま逮捕されたらしいんだ。ん、もうちょいわかりやすくまとめてこい。うや？とかいう声で決まったじゃねえか。多少マシになったけど分かったような分からないような。らしいらしい言い過ぎ。どんだけ信憑性ない話なんだよ。分かんなすぎて泣いた。いつの間にかこっちがバカなんじゃないかと思い始めてた。危ない。で、ここまでがオープニングな。序章なのか。おっぱいの話もうまいことリンクしてたわけ。何がうまいんか分かんねえ。謎は深まるばかりだ。すまん。マジ友達から聞いた話だから、正確なところは知らんのよ。実際には、俺、姉、友達、姉、友達の、警察、自転車ってなってるから、実際の話とちょっとおかしいかもしれないけど、俺的にはこの話聞いたとき、警察、大変だなくらいにしか思えなかった。でも姉が怒るのはわかるだろ？同じ場所でなら、もっとちゃんと教えておくべきだし、やるなら成功させるべきだし、ああ、意味がわからなさすぎてすげえイライラするわ。おっぱいはもっと前からの話だからな。ずっと、それは聞いてた。オープニングよりも前に。自転車がおっぱい盗んだの？おっぱいを聞いたのは姉から。友達のじゃなく。だからジュースは作戦なんだってば。謎が謎を呼ぶとはこのことか。なんか暗示かけられてるような気がしてきた。もう絵で説明してくれ。だからジュースの時の話だろ。おっぱいの方があまり関係ない話。考えれば考えるほどハマっていくわな。まあ、簡単に書くとそうなっちゃうんだけど、俺が言いたいのはそれが同じ場所だって話。どこが簡単なんだ？それってどれだ？代名詞が何を指してるのか全くわかんないんです。ダメだわけわかんねえ。今来た。いや。全部言わないと理解しないわけ？300くらいまで読んだがさっぱり意味わからん。誰か3行で頼む。兄弟の件は謝ってるだろ。あとは説明してるんだしちょっとは考えろよクソが。マジイライラする。位置が切れた。よくそんな日本語でこれまで生活できたな。結局位置は俺たちに何を伝えたかったのか。迷宮入り。やばい。今日一番の笑えたスレに認定したい。このスレ体の破壊力は異常。友達の姉が自転車で盗まれたの時点で絶望した。今世紀最大級の不明な文章だ。旋律すら覚えるな。このスレは伝説になる。今回は近所が自転車盗まれたても、相当離れてるけどジュースをいたら逮捕されたというスレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。